全国高等学校総合体育大会第84回全国高等学校卓球選手権大会の学校対抗表彰式を行います。選手が入場いたします。盛大な拍手でお迎えください。はじめに男子の表彰から行います。監督、選手の皆様は前にお進みください。第3位から授与されます。第3位の選手には賞状並びにメダルが授与されます。男子学校対抗の第3位愛知県愛知工業大学名店高校
長崎県慶本高校から準優勝校の選手には賞状、準優勝杯、並びにメダルが授与されます。賞状、男子学校大会準優勝、山口県戸田学園高校から。男子学校対抗優勝校の選手には賞状、優勝旗、優勝杯、メダル、文部科学大臣賞、文部科学大臣杯が授与されます。賞状、男子学校大会優勝、青森県青森山田高等学校。意義は第84回全国高等学校卓球選手権大会で講師の成績を収めたことでご協力しております。平成27年7月14日公益大学校全国高等学校大会で卓球専門部長、おめでとう。続いて、読売新聞社賞が授与されます。読売新聞大阪本社。しました。賞状、卓球男子学校対抗の部、青森山田高等学校殿。あなた方は平成27年度全国高等学校総合体育大会において優勝されました。ここにこれを称します。平成27年8月14日文部科学大臣下村博文大臣、おめでとう。
続いて読売新聞社賞が授与されます。読売新聞大阪本社スポーツ事業部長草間博人様が授与を行います。続いて NHK 賞が授与されます。 NHK 大津放送局副局長友粒康弘様が授与を行います。今一度授与されました皆様へ盛大な拍手をお送りください。ありがとうございました。監督、選手の皆様は元の席にお戻りください。続きまして、女子学校対抗の表彰を行います。監督、選手の皆様は前にお進みください。第3位から授与されます。第3位の優秀選手には賞状並びにメダルが授与されます。
少女女子学校体育部第3位大学園希望が丘高等学校少女女子学校体育部第3位埼玉県少女会の準優勝校の選手には賞状、準優勝杯、並びにメダルが授与されます。賞状、女子学校体育の準優勝、岡山県山陽女子高等学校、おめでとうございます。女子学校対抗優勝校の選手には賞状、優勝旗、優勝杯、メダル、文部科学大臣賞、文部科学大臣杯が授与されます。賞状、女子学校対抗優勝大阪府四天王寺高等学校委員は第84回全国高等学校卓球選手権大会において当初の成績を取るなのでここにご了承します。平成27年8月14日公益財団法人全国高等学校体育大会体育部長後藤康之大学、おめでとうございます。少女卓球女子学校対抗の部四天王寺高等学校殿、あなた方は平成27年度全国高等学校総合体育大会において優勝されました。ここにこれを称します。平成27年8月14日文部科学大臣下村博文大臣、おめでとう。
続いて読売新聞社賞が授与されます。続いて NHK 賞が授与されます。今一度授与されました皆様へ盛大な拍手をお送りください。ありがとうございました。監督、選手の皆様は元の席にお戻りください。続きまして、殊勲賞、敢闘賞の表彰を行います。表彰は、競技運営委員長、安西愛一郎が行います。名前を呼ばれた選手は、前へお進みください。殊勲賞、男子、青森山田高等学校、三部康平選手。殊勲賞、女子、天王寺高等学校、三条優希選手。敢闘賞、男子、野田学園高等学校、青山翔太選手。敢闘賞、女子、山陽女子高等学校、木村美希子選手。
会場の皆様、今一度授与されました選手に盛大な拍手をお送りします。ありがとうございました。選手の皆様は元の席にお戻りください。以上で学校対抗の表彰式を終わります。ご協力ありがとうございました。監督、選手の皆様は退散してください。なお、優勝旗、カップ、メダルの箱をお渡しいたしますので、受賞された選手の皆さんは本部席までお越しください。